皆さんこんにちは、ワンダルギルフィジです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はレビュルとドズルが再びニューヨークで相まみえるニューヨーク決戦をなんとか制して北米大陸を確保することができました。今回はその続きになります。で、次の攻略目標いくつかあります。一つが北京、もう一つがマドラス、そしてキリマンジャロと3つの攻略先があるわけなんですけども、今回はですねマドラスの攻略を行っていきたいと思います。インドマドラスの攻略です。そしてインドマドラスの攻略後にですね、そのまま北京に攻略作戦を仕掛けてユーラシア大陸を盤石なものにしていきたいというふうに思っています。では早速そのマドラス基地攻略作戦発動していきたいと思います。まずは攻略作戦から目標をマドラス基地発動していきましょう。進行ルートを表示します。マドラスへの進行ルートですが、オデッサからの一択になりますので、オデッサから部隊を動かしていきましょう。攻略作戦案を設定してください。オデッサからコーカサスを通ってマドラスに侵入するルートです。偵察支援は行っておきましょう。作戦期間を設定してください。ここもですねターンとしては10ターン以内に進めていきたいなと思うんですが、今回投入できる部隊がですね、残念ながら1部隊のみ、進行ルート1つに対して1部隊のみという制約がありますので、1部隊のみになりますので、念のために15ターン使っていきます。了解しました。攻略作戦を発動します。各軍団への作戦指示をお願いします。我が軍はこれよりマドラス攻略作戦を開始する。インド洋に面するこの地域を制圧することができれば、地球侵攻作戦の共闘補として重要な役割を果たしてくれるはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。では次のターンで実際に軍を動かしていきたいと思いますので、このまま次のターンへ進みます。では開発ですけども、やっぱり偵察索敵すごく重要だなというのが前回のニューヨークの戦いで痛いほど、分かりましたので、強行偵察型のザク、これ開発したいと思います。まあ、各部隊に1機ぐらいずつね配備できれば、偵察能力はぐんと上がってくれるんじゃないかなというふうに期待をしています。あとですね、やっぱり支援攻撃レンジが最低でも2あるような、戦い方をしていきたいというところからですね、マゼラトップ砲をザクに持たせたいので、マゼラトップの開発も行います。まあ、ちょっと今更感はありますけども、これをね、やっておきたいというふうに思っています。あとはいよいよダブデがですね開発できる状態になりましたので、モビルスーツ10機搭載可能なこのダブデ、これの開発も始めます。地球上での陸上の大型要塞みたいなね、そういう使い方ができればいいのかなというふうに思っています。続いてマドラスに投入する部隊ですけども、今回は第8軍団有利少将の部隊を送り込もうと思います。ここもですねギャロップを北米ニューヨーク、ここを攻略したドズルの部隊から引き抜いて配備、ザック2の陸戦タイプも用意しています。あとは水中マップもありますので、水中ザクも数機ですけども配備しているというところです。まあ、ここを制することができるかどうかっていうのがね、一つ大きなポイントになろうかと思いますので、頑張っていきたいというふうに思います。では移動させていきましょう。マドラスに5単語に到着になります。現在のですね国内情勢、外交状態はご覧のような形になっています。ジオニック社とツイマッド社はですね、このままなんとか100まで押し上げたいなと、あとは月面都市に対してももう少し上げていきたいですね。サイド6は本当に厳しいんですけども、木星かサイド6かどっちか選んで、ここもね外交
本格化させていきたいというふうに思います。開発の状況ですが、ご覧のように基礎技術が4、 MSMA53 という数値になっています。ダブでの開発が完了しておりますので、これはマクベの部隊に配備しました。さらにもう1機、もう1両なのかな、作ってますので、これドズルの部隊に配備したいと思っています。ではこの後はいよいよマドラスに部隊到着していますので、マドラス基地の攻略戦、それを始めていきます。では策略ですが、偵察支援の要請を行って、そのまま防御陣形を張って攻略戦開始していきましょう。攻略戦を開始します。ここはギャロップと、あとはザク2の陸戦タイプ、これが主力の部隊になってますので、連邦の戦力によってはちょっとね、厳しくなってきているかなという気もしますので、ここをこの有利の部隊だけで突破できるかどうかっていうのがね、大きく、この後の北京攻略戦に跳ねてくるところだと思いますので、頑張っていきましょう。まずは確認していきます。うわ、完全にガンキャノンがいるな、この機影、ガンキャノン、あとガンタンクもいますよね。ただ部隊の数自体を持ってたより多くはないので、どうだろう、ギャロップで一気に近づいてガンキャノンを、そしてガンタンクを近接攻撃で倒していくっていうのが現実的なところなのかなというふうに思います。ではこのまま南下して、どうだろうな、ギャロップをこの補給線ライン上に張り付かせて、ここを取ったらここで出たり入ったりを繰り返しながら敵部隊を減らして、敵の全滅でいいかな、敵の全滅を狙っていきましょう。なのであまり突っ込まずにですね、一番近くにある拠点、ここを確保して、その拠点を中心に敵部隊を撃破、敵の数が減ったら一気に全機撃破、目論んでいきたいと思います。では進めていきましょう。敵の航空隊がまずは接近してきてますので、この航空隊をですね、土台に乗ったザクで撃破していきましょう。もうここでザクは行きたりとも失いたくないので、慎重に慎重に進めていって敵の数をね、減らしていきます。さあ敵の航空隊は、半数以上は撃破しました。それとですね、あとはガンキャノンが迫ってきてますので、ここから距離を詰めて一気にね、ガンキャノンを撃破して回りたいと思います。ここまで距離を詰めて一気にガンキャノンをね、一機ずつ確実に仕留めていきたいというところですね。やってやります。ここはガンタンクを仕留められるかどうかですね。ガンタンク1に対してこちらはザク3スタックで攻撃を仕掛けても倒せないか。ちょっと思ったよりガンキャノン強いですね。まあ、格闘が入らない状態であるのは事実なので、ちょっとここはですね、土台から下ろしましょう。土台から下ろして、敵のガンキャノン撃破を最優先していきます。格闘を入れていけば、ガンキャノンも倒せますね。なのでちょっと土台からザクは下ろして格闘戦に持ち込んでいきましょう。おそらくガンタンクも格闘を入れていけば倒せるんじゃないかなと思いますので、確実に落としていくっていうね、ちょっとそういう作業をしていきます。でギャロップを的にしてもらってる間に近づくっていう作戦を取っていきたいので、ギャロップの体力残りのね、状態には十分に注意を払っていきます。ここも格闘が入れば倒せますね。格闘を入れてキャノンとタンクを潰していきましょう。敵の撃破に
しました。ガンタンクはザクの3スタックで格闘を仕掛ければ確実に撃破はできそうですね。ガンキャノンも同じくザク3スタックで格闘を仕掛ければ倒せるなと思いますので、まだねガンタンクガンキャノンであれば対処の仕様はあるかなというところですね。では敵のガンタンクガンキャノンの部隊一掃しましたので、当初の予定通りこっから敵部隊をね撃滅しに南下していきましょう。残り敵はどうだろう。防衛の砲台と防衛隊、それに61式のタンクが入っているかなっていう程度だと思いますので、ここでですね一気に攻勢をかけていきたいと思います。では2段目に突入しています。ここもですね部隊を進めていって敵の撃破を目論んでいきます。敵はもう主力となるモビルスーツ隊はいない状態なので、こちらはねザクを進軍させて撃破していきたいと思います。できればこのターンで、遅くとも次のターンでこのマドラスをね攻略完了させたいと思います。さあ連邦の残りの戦力はまあカスと言っていいと思うんですけども、もうほぼほぼ一掃しつつありますね。味方の損害は蓋開けてみればほとんどなかったので、まあ、ガンタノン、ガンキャノン、ガンタンクであれば、まあ、対処の仕様はあるかなというところでしょうか。このままマドラスの攻略を完了して、この後ですよね、北京攻略時が、まあ、さらに敵の戦力、まあ、ガンキャノン、ガンタンクはもちろんですけども、兵力自体も大きくなっているんじゃないかなと、思いますので、まあ、そこをねうまく対処できるように、こちらもですね大部隊で攻撃を仕掛けていければいいかなというふうに思ってます。で具体的にはですね北京に対してはまずは大気圏からキシリアの部隊を突入させて、さらにオデッサからマクベの部隊を、そしてこのマドラスを攻略したユーリの部隊もね向かわせて3部隊で攻撃を仕掛けていければいいかなというふうに思っています。ではマドラスの攻略2ターンで完了できました。地球侵攻作戦の初期目的である資源の確保はほぼ達成した。今後も予定通り進行作戦を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵士たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけでは戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらずですね父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくはありません。それなりの働きはさせてもらいます。 V 作戦か。はい、では今回はマドラスの攻略ができましたので、次回はですね序盤の最難関ポイントとも言われているようなんですけども、北京の攻略作戦、これを行っていきたいと思います。ぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。